ではこれより新型コロナウイルス感染症にかかる知事からの会見を始めます。では玉城知事からコメント発表をお願いします。はい、早瀬薬用中華なびら。それではコメントを発表いたします。まずはじめに県外の渡航の自粛について発表いたします。沖縄県は6月18日まで6都道県との間の渡航自粛を要請していたところでありますが、国の方針や県の水際対策等の状況を踏まえ、6月19日以降は国内の渡航自粛要請を解除することといたしました。しかしなお一部地域では新規感染者の発生が続いている状況を踏まえて、当該地域との往来については必要な情報を収集の上、慎重な判断をお願いいたします。県としましては引き続き全国の感染状況や国の対処方針などに留意をし、必要な対策を講じてまいります。続きまして、沖縄県主催イベント等実施ガイドラインの改定について発表いたします。5月20日に策定した新型コロナウイルス感染症にかかる沖縄県主催イベント等実施ガイドラインについては、国が発出した移行期間における都道府県の対応について令和2年5月25日事務連絡で示されている指針に基づき、段階的に規模要件人数の上限を緩和することといたしました。現行の人数の上限は屋内100人以内、屋外200人以内で収容率を半分以下としておりますが、屋内外とも収容率を半分程度以内とし、人数の上限を6月19日以降は1000人以内、7月10日以降5000人以内、8月1日を目途に人数上限を設けないことといたします。県内市町村や事業者の皆様におかれましては、すでに各業界団体や施設独自のガイドラインを策定されていると思いますが、国の指針や県策定のガイドラインも参考にしながら、感染予防対策を徹底した上でイベント等を実施していただければと思います。なお一部地域では新規感染者の発生が続いている状況を踏まえ、全国的かつ大規模なイベントなどの開催については、リスクへの対応が整わないといった場合には中止または延期するなど慎重に対応することとしております。3つ目に、沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例案のパブリックコメントの実施について発表いたします。県内において感染は落ち着いた状況が継続していますが、引き続き第2波第3波の到来に備え、長期的に感染症対策を講じることが必要と考えております。本県におけるこれまでの取り組みをもとに、新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考え方や県、県民及び事業者の責務などを明確にし、並びに新たな感染症発生時に政府対策本部の設置前から、または政府対策本部廃止後であっても、必要に応じて対策を迅速に実施することなどを内容とする沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例仮称の制定に向け検討を行っているものであります。条例案の作成にあたり、県民の皆様に本日からパブリックコメントを実施することとしております。県としましては、パブリックコメント終了後、6月定例議会において本条例案を追加提案したいと考えておりますので、県民の皆様におかれては積極的にご意見を寄せていただきますようよろしくお願いいたします。次に、沖縄県では6月5日より
沖縄再発見キャンペーン事業を実施し、県内旅行の需要の喚起に取り組んでまいりましたが、6月19日からの渡航全面解除の方針を受け、国内旅行の推進にも力を入れてまいります。一方で現状は新型コロナウイルス感染流行の第一波が落ち着きつつあるといった段階であり、今後の旅行者の受け入れにあたっては第2波第3波の到来を見据え、しっかりとした受け入れ対策を講ずることが重要であると考えています。このような観点から5月20日に設置した県と観光関連団体などで構成する新型コロナウイルスに負けない安全安心な観光地づくりに関する対策会議で6回の議論を重ね、旅行者の安全安心に関するアクションプラン沖縄ツアースタイル with コロナを策定いたしました。このプランは新型コロナウイルスが存在する with コロナの環境の下で、県民が安心して旅行者を迎え入れ、旅行者が安全安心に沖縄での滞在を楽しんでもらうことを念頭に、医療界の疫学的意見も参考に官民一体となって取りまとめたものであります。島嶼県である沖縄県では感染防止のために水際対策が最も重要であることから、那覇空港内に旅行者専用相談センタートラベラーズアクセスセンター沖縄、それぞれこれの頭文字を取りまして TACO 通称タコを設置しました。他校では那覇空港における出発到着時、滞在中の宿泊施設や観光施設において発熱が見られる方に対して、常駐の看護師が直接もしくは電話で健康状態などを確認し、必要に応じて保健所への案内などを行うことにより、水際対策に加えて市中感染拡大防止対策の強化を図ります。また旅行者に分かりやすく伝えるため、旅行者視点の旅行工程旅前、沖縄到着後の旅中、沖縄を出発した後の旅後ごとに感染予防拡大防止対策を整理しました。この取り組みは新型コロナウイルス感染症の状況により適宜見直すこととしており、今回は那覇空港モデルをスタートいたしますが、運用の状況を踏まえ離島における効果的な取り組みなどについても検討してまいります。沖縄県では今回の新型コロナウイルス感染症に関する経験を契機として、いかなる観光の危機に直面しても揺らぐことなく県民生活の安定に貢献し続けていけるような持続可能な沖縄観光へとシフトチェンジすることを目指します。沖縄はこの沖縄ツアースタイル with コロナで旅行者の皆様を安全安心にお迎えいたします。結びに、旅行者ご自身の健康を守るためにも旅行者の皆様に5つのお願いがございます。1つ目は日常における新しい生活様式の徹底をお願いいたします。手洗い、うがい、必要に応じてマスクをつける、人と人との距離を取る、密閉を避けるなど、ぜひ日頃の生活から取り入れていただきますようお願いいたします。2つ目は沖縄に来る前の旅前の体調管理の徹底をお願いいたします。3つ目は発熱があり感染の懸念がある場合は渡航自粛の検討もお願いをいたします。4つ目は沖縄滞在中旅中に検温などで発熱などがあった場合には、他校を活用した感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。5つ目は旅後の体調などに関する情報提供のご協力をお願いします。皆様が沖縄へお越しになった際は、最大限のおもてなしと笑顔でうといむちの心でお迎えすることをお約束いたします。
県内の感染は落ち着いた状況にありますが、今後さらに経済活動や人の動きが活発になっていくことに伴い、県境をまたぐ往来が間違いなく増えるものと考えております。県としましてはアクションプラン沖縄ツアースタイルウィズコロナに基づく水際対策や条例の制定などにより、県民の健康と経済をしっかり守り支える取り組みを全力で進めてまいります。県民の皆様におかれましても、ウィズコロナの社会において新たな生活様式の定着を進めていただくとともに、事業者の皆様におかれましても感染拡大予防ガイドラインの遵守などにより、引き続き感染予防対策の徹底と経済回復の取り組みにご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。はい、ではただいまのコメントに関しましてご質問をお受けいたします。はじめに県内管理者の QAB さんお願いします。緊急配放送です。よろしくお願いします。19日からその渡航自粛全面解除ということですが、そのまあコメントの中でもありましたように、その他県からまだ発生が続いているっていうお話もありましたが、そういったところやはり持ち込まれる、まあ、来てしまうっていう可能性があるっていうところの、まあ、危機感だったり、そういうところにこう県民に向けて改めてこう気を緩めないでねっていうようなところの対策の徹底、どういう形でまた呼びかけていこうかっていうところのお考えを教えてください。はい、先ほども申し上げました通り、やはりこれからはコロナが存在する時代、社会をもう前提とした新しい生活様式をしっかり定着させていくことが大前提になると思います。これは県民であろうと県外の方であろうと、まあ世界中でこの新しい生活様式に即した、その暮らしを徹底して、新型コロナウイルスにうつらない、うつさないということをまず、しっかり行っていただく必要があると思います。その上で県外の渡航自粛を全面解除する理由ですが、まあ沖縄県では5月以降新型コロナウイルス感染症の新規患者は発生していないという状況が続いています。これはもちろんこの外出自粛にご協力いただいた県民の皆様や休業要請などにもご協力いただいた事業者の皆様、そして、まあ、県外の沖縄への渡航を控えていただいた方々の全国の皆さんの協力の賜物であるということは、やはりまず深く感謝を申し上げたいと思います。しかし今後観光業をはじめビジネス活動や各方面において各種活動がやはり再開していくという中にあって、県内での感染も当然懸念されることではありますが、まあ、今般6月19日から解除されるであろうという意向を我々もしっかり受けまして、第2第3の流行の波に向けた感染予防対策の徹底ですとか水際対策の強化、医療提供体制の充実により、その第2波第3波にはしっかり対応したい、対処したいというふうに考えているものであります。ですから、まあ、まず陸地では他県とつながっていない沖縄県の水際対策の強化策が重要であるということから、旅行者専用相談センタータコを設置して発熱者や感染懸念者の発生時の取り組みについて迅速に対応する、その取り組みを充実させることといたしました。まあ、なお引き続き全国の感染者の状況は注視をし、万が一今以上に感染者が急増するような状態ですとか、あるいはそれを受けて国が解除の方針を見直すようなことがあるとしたら、当然県としては再度の渡航自粛要請などについて速やかに対応してまいりたいと考えております。では県内会社の日本テレビさんお願いします。県内会社の日本テレビさんです。1問目も関連するんですが、宿の解除が、まあさってというふうに迫っていることもあって、県内で、まあ、旅行を考えている方々にちょっと具体的な情報の提示が必要なのかなと思うんですが、
一つはその、6都道府県を含めて全面解除なんですけれども、未だにその引き続き感染が確認されている地域からについては、情報収集して緊急に対応をしていただきたいというところなんですが、これは具体的にどの地域についてどういう対応を、求めておられるのかというのが一つ、それから、まあ、同様にこの沖縄ツアースタイルコロナを19日から実施ということなんですけれども、その旅前、旅中、旅後の初対応について、もう19日から周知できてみたいなことが、実際にできるのかどうか、特にこの他校の設置というのは肝なんだと思いますが、この他校は19日からどういう体制で、設置されるのか、されないのか、はい、それを教えてください。はい、まず皆様のお手元には、今日の内容の十分な資料をお配りさせていただいておりますが、今日は、文化観光スポーツ部長、そして沖縄観光コンベンションビューローからも参加をしていただいておりますので、それから保健医療部長も同席をしております。まず他校の取り組みについては、これはビューローの方からよろしいですか、部長の方でよろしいですか。はい、では文化観光部長の方からその取り組みの方向性についてまずお答えさせていただきます。はい、ありがとうございます。タコについては先ほどから申し上げてますとおり、水際対策、特に島嶼県であります沖縄ではその重要性ということに鑑みまして、設置をしたものでございまして、今週の5ページを見ていただきたいのですけれども、今週の5ページでですね、この旅行者専用相談センター沖縄タコの目的ですとか体制、役割がございまして、そこに明記してありますとおりの形でですね、解消すると。で、実は19日にその解消式をですね、やりたい、行わせていただきたいと思っておりまして、そこには知事、それから、ビルの会長ですとかで、解消するということで、そのご案内をですね、させていただきたいと思っております。そういった形で水際対策、あるいは旅行中のですね、感染者、感染懸念者とか発熱者が出た場合の対応についてしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。はい、そして、保健医療部長の方からは6都道府県の対応について。はい、6都道府県につきましては、18日までは渡航自粛をというふうに県の方として申してまいりましたが、6月19日以降は、自粛要請は解除といたしました。しかしながらまだ東京を含め一部地域では新規感染者も発生が続いているような状況もございますので、そのような状況は必要な情報収集の上、例えば感染の拡大しているような場所であるとか、そういうところを避けていただくなど慎重な対応をお願いしたいというところでございます。特にどこの地域ということで申し上げているというところではございません。よろしいですか。次の旅前、旅中、旅後の対応なんかについて、伊藤ちゃんにどういう形で、いつ頃からどういう周知に仕方するのか。はい、沖縄観光コンベンションビューローの前田と使います。旅前の情報発信につきましては、すでに OCVB の方で準備を進めておりまして、県の方から指示がございましたら、早速発信を開始したいと思っております。この発表以降、当然各旅行業者ですとか、そういう方々にも通知をいたしますし、この資料の沖縄ツアースタイルウィズコロナの3ページにもあります通り、情報の発信や伝達収集などについても鋭意これからもうどんどん取り組んでいくという形になっていって、できるだけ早期にこのスタイルを定着させていくための情報発信を心がけていきたいと、目指していきたいと思います。よろしいでしょうか。ではその他の社の皆様からご質問をお願いします。質問を一問一答でよく近づけた形で質問をお願いします。社名のタイムスさん、すみません、沖縄タイムスの川野と申します。先ほどのタコについてお伺いしたいんですが、予算額はいくら出ているでしょうか。こち
ちょっと来てるかな、資料持ってるかな、ちょっとお待ちください。すみません、今ちょっと資料がですね、細かい資料をお知らせておりませんで、ここは後で個別にちょっとお問い合わせいただけませんでしょうか。申し訳ございません。じゃあすみません、もう一問別の質問で、5ページに3月31日までの設置と書いてあるんですが、ウィズコロナという言った時に、期間を区切って送っていくこと の健康性が取れるのかというところを聞きたいんですけれども。はい、この辺りはですね、当然、来週は沖縄県でも初めての試みでございますので、そのオペレーションを含めたですね、運営体制というのが、どういうものかというのを、初めて、見て、それをしっかりと検証しながらですね、進めていく必要があるということで、とりあえず3月31日と言っておりますけれども、その後またコロナ自体 の第2、第3波といったような状況を見極めつつですね、ここは柔軟に、例えばそこは次年度もやるとかということは合わせて、ね、当然検討していかなければいけないというふうに思っております。他にご質問ございますでしょうか。すみません、沖縄タイムズの下地と申します、はい、知事にお伺いします。今日の午前中も対策本部会議が開かれたと思うんですけれども、議事録を作成されていなかったという問題について、まず率直になぜ議事録を作成していなかったかに関する知事のお考えと、音声記録があるということですので、今後作成するおつもりがあるのかということ、それから秘書管理条例などルールが公文書の作成に関するルールを定めるお考えがあるのかということを教えてください。まず現状はこれまでもその、概要と会議に付した資料などについては公開をさせていただいております。しかし、その細かい点などについて、どこまでを公開するのかということについては、それぞれの部局で、その状況が整っていないということもあろうかと思いますので、公文書の管理とその情報の提供については今後しっかりと精査をしていってですね、必要な範囲で、その規定を決めていきたいというように思います。必要な範囲で規定を決めていくというのはルールを今後定めるおつもりがあるということでよろしいですか。はい、どれが出せてどれが出せないかはやっぱりルール化しないといけないだろうと思いますので、そこをしっかり協議をして検討していきたいということです。そこまではまだ検討に至っておりません。では、ただいまの発表に関しまして、他にご質問ございますでしょうか。情報保護条例はありますよね。はい、日経新聞さん。日経新聞の酒井です。2つありまして、1つがこれまでの その観光業界からの要望で特に多かったのが、空港でその PCR 検査をやってほしいということが安全安心の会議の中でもありましたし、いろんなところが聞かれました。これについては県の中で検討されたのか、検討されて今回見送るということだと思うんですが、これ何でしょうか。財源の問題なのか医療体制の問題で、断念したのか、そのあたり検討の状況についてはビューローにちょっと答えますか。具体的に会議の内容でどう垂直したのかということ、では文化観光スポーツ部長から。この沖縄ツアースタイルフォーラム、今週のですね、1枚目にありますが、ここは沖縄県が中心といいますか、事務局になっておりましたが、新型コロナウイルスに負けない安全安心な観光地づくりに関する対策会議というのをですね、実務者レベルのものを含めて6回させていただきました。ここは当然、県の県医療部、文化観光スポーツ部と観光業界も含め、なおかつそれに加えまして、自治体の皆様からですね、オーダーが参加をしていただく中で、そういった疫学的な現地からの意見というのも参考にさせていただきながら、取りまとめたものでございますけれども、その中でも、今おっしゃった、空港内での PCR 検査といったようなことも出ましたけれども、それについては、いろいろフェーズがあるだろうと、その感染
拡大状況のですね、そういったことも踏まえながらその辺は見極めつつしっかりできるべきじゃないかというようなこともあってですね、現状については今のような形で、医療界から看護師を置くというような形で、進めるのが合理的ではないか、現実的ではないかというような、ね、意見も踏まえて、こういった形、とりあえずは今のような組織体制で構成して運用していこうというようなことになったということでございます。ですから逆の言い方をしますと、フェーズに合わせてそこはまた柔軟にといいますか、フレッシュにですね、見直していく余地はあるというふうに考えているところでございます。当面の体制は9ページにそのスキームがありますので参考にしていただければと。これもよろしいでしょうか。すいません、ちょっとこの夏のですね、観光需要の見通しについてなんですけども、その海外旅行がおそらくできない状況で、日本本土からの旅行先ディスティネーションとしての沖縄の注目度が高まっているんじゃないかという指摘もあります。そのあたり今県としてはどれだけ その本土からの観光客を見込むのかというか、これは具体的にコロナの感染の脅威というのも関連すると思うんですが、私が答えられるとすれば、まず6月は沖縄再発見プランから先にスタートさせていただいてますので、まずは県内における、観光需要を循環させていくためのその予算と計画を発表させていただきました。で、実はこの19日から、その移動の自粛が解禁になると、おそらくその旅行者の方々もおそらく週を追うごとに、増えていくであろうということは容易に予測されますので、ですので今般このようにタコを設置して水際でしっかり対策を取るということと、旅前旅中旅後においても、その旅行スタイル、沖縄での安全安心な本当に旅を楽しんでいただくための旅行スタイルを確立していきたいと思いますので、その、数でありますとか、その対応でありますとかということについては、先ほど部長からも答えていただきましたように、これからも柔軟に対応するところと、さらに強化をしていくところもしっかり見ていこうというように考えています。そろそろ時間ですので、最後一問にしたいと思います。じゃ最後でお願いします。琉球新報の中村と申しますが、19日をこの全面解除になったときに、またこの感染者が県内で増えた場合というときは、このアクションプラン、このままシステムアクションプランで対応をまたしきれるのかというところがあると思うんですけど、このまた次のフェーズに移ったときのプランというのは、検討は始めているんでしょうか。このアクションプランそのものは、旅行に出かける前、旅前から旅中、旅後まで、本当に快適に旅行を楽しんでいただくために、旅行者の方々においても、最大限の協力をお願いするものであります。ですから、どのような状況でも沖縄に来てくださいというのではなくて、まず旅行に出る前から、その旅行を計画されていらっしゃる方の体調管理から、その快適な旅を始めてくださいという、お願いを呼びかけております。また方、現在は県内における感染状況は小康状態が続いていますけれども、全国的な渡航自粛の解禁によって旅行者が増加した場合は、当然ですけど発熱者も増加するだろうということも見込まれておりますので、そうなった場合の待機施設の拡充ですとか、健康相談体制の見直しを行うですとか、PCR 検査体制への、その搬送などについても、アクションプランをレベルアップしていこうということは、想定をしております。ただそれがいつの段階でどういうふうに、アクションプランをレベルアップしていくのかということについては、まさに、これからしっかりとその様子を、見ながら、取り組んでいこうということにしております。はい、すみません、お時間ですので、これで会議を終了させていただきます。すみません、ありがとうございました。